それはとある日の休日、何気なく東西線に乗っていた時のことなのだ。この電車車両の一部に不具合が生じたため、この先東陽町駅で車両交換を行います。全てのお客様、東陽町駅ホーム上に一度降りていただき、車庫から参ります。快速東陽笠田行きにお乗り換えをお願いいたします。お手数をおかけいたします。この電車、この先東陽町駅で車両交換を行います。つまり今乗ってる列車は東陽町で運転打ち切りなのか。でも車内の電光掲示板には東陽勝田台駅って書いてあるのだ。東陽町です。この電車は東陽高速線直通快速東陽勝田台行きです。東陽町の次は浦安に停まります。南砂町、西葛西、葛西へおいで。ほら、車内の自動放送でも東陽勝田台駅って言ってるのだ。さっきの抑制放送はピンと聞き間違いに決まってるのだと思っていたの。この電車、車両交換のため次の浦安駅で回送電車として車庫に入ります。全てのお客様、一度ホーム上に降りていただき、車庫から参ります。快速東陽笠田駅にお乗り換えをお願いいたします。というわけで聞き間違いではなかったのだ。東陽町駅到着直前でやっと気づいた乗客も多くいて、車内は少し慌ただしくなっていたのだ。ご乗車ありがとうございました。東陽町駅終電でございます。本日当駅にて車両交換を行います。代わりとなります電車、回送電車が当駅チャンスとして運行いたします。本駅です。この列車は車庫へと回送されるため、運転士から作業着を着た校内運転士人交代なのだ。東陽町止まりの列車は少ないので、ある意味レアなシーンを見ることができたのだ。方向幕は快速ではなく快速東陽勝田台まま発車なのだ。0号127F から 05140F に交換。 05127F は方向幕が未更新なのに対し、 05140F は方向幕がフルカラー LED 化されているのだ。それはそうとも少しまともな写真はなかったのか。早速後続の列車に乗って車内の電光掲示板を確認したら、真っ赤に西船橋にいる設定になってて、くさ。そう思っていたらすぐに表示が変わって安心なのだ。真っ赤すぎの停車駅近くね。車内放送でも案内されている通り、この列車は快速なので次は早速に停車するはずなのだ。しかし矢印で示された停車駅案内には、浦安を通過して南行徳に停車するような表示となっているのだ。また画面左下には、浦安の次は東陽町に停まりますと書かれているけど、明らかに逆方向のことを言っているのだ。
急に後続車両を走らせたから案内装置が連動が遅れたりしているのかな。速です。次は西船橋に停まります。あ、でも浦安を発車したら正常になったのだ。というわけで西船橋で下車するのだ。車両交換によって珍しい表示も見られたけど、最終的にはほぼ平常通りに復帰したみたいで、何よりなのだ。